皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月の18日16時過ぎです。日本のプロ野球界や、メジャーリーグや、他の国の方たちへもそうなんですけども、まあこれ質問込みでも一応言っておくんですが、デキレース、いわゆる最初からどちらが勝つか決めていて、試合を行っていましたかっていうところなんですよ。で、これはね、なぜそういうことを伺っているかと言いますと、ホームページ淡井圭介の日記の一番、まあ大谷翔平の通訳をしている水谷さんとかだったら、しっかりと、通訳して状況を伝えていただけるかと思うんですけども、この YouTube 一覧表、スポーツ界の選手が意図的に負けに言っていると思われる試合、ただしこの内容はとてもややこしいので、なぜそうなったのかをしっかりと調査しなければならない追記ありって書いているところなんですけども、まあ、こちらの方アクセスしていただいて、まあホームページ淡井圭介の日記の1番から、2月10日記載のところを見てもらったら、わかると思います。で、完全に途中までアジアカップデキレースだったんですよ。で、それね、結局デキレースだったらエネルギーの残存量問題を考えたら、最初から試合しなければいいっていうことになるんですよ。やっぱり最終的に、その結局最終的にカタールが2連覇するような形になったんですけども、僕に指摘されたから、ヨルダンの初優勝がなくなったのか何なのか、これはまあ記載してる内容といつ試合決勝戦が行われたかっていうところと、あとハイライト見てもらったら分かると思います。どこのチームも、これ完全にやらせで行ってるなっていうのは分かるんですよ。ディフェンダーが相手ボール A、相手のボールを取りに行ってない。相手の、まあ、攻撃陣の、もうペナルティーエリアの近くまで来てる選手に対して。例えば、もうその辺の動画見たら笑うと思います。もう僕もだいぶ笑いました、それ見て。で、例えばね、そこからアクセスしたところのこの緑色のところ、こちらアクセスしてもらって、書き始めるとキリがありませんが、2分40秒ごろ追わない韓国ラストディフェンダー優しい、ヨルダン初優勝に向かって貢献と書けばいいのだろうか、点々、3分18秒も追わない韓国ディフェンダー、しかも2人ともそれでもシュートが点々、これ2回ともそれでもヨルダンの選手の方シュート外しちゃってるんですよ。やらせをしようとしていたとしても、なかなかこううまく進んでいないっていう、このややこしい状況。3分38秒安心できる2対0、これでももしもが これはもしもがあっても大丈夫。かっこよく見るとキーパーが手の下を通過させてあげています、小さい文字で書きたい、点々、故意で審判がキーパーにレッドカードはなしみたいです。どう考えてもありえない。追いついている。ある意味分かっているプレイ。後ろからのリプレイ映像がよく分かります。まあこれ何を言ってるかって言ったら、ヨルダンを勝たせてあげようっていう意味でよく分かってるっていう意味の文章しか僕も書けない。もう現場どうなってたか分かんない。で、無理やりその試合の時間軸付き合わされたのかどうか、それも正直調査してほしい。本当に。やらせなんだったら僕起こされてる意味ないから、本当に、起こさないでほしいって、本当にって。それそれ。で、ヨルダンの選手はね、ゴールエリア内でね、倒しに行ってるんですけども、審判がね、PK の笛を吹かない。本当、そこは明らかに倒しに行ってるから、普通は絶対、笛吹くんですけども、あと、前の文章でね、そのキーパーの手の下をボールが通過するって言ってるんですけども、普通の VTR ってね、こうゴールがここにあったとして、で、その後ろからの、こう、どういったんですかね、コーヒー陣から見て、後ろからの映像、斜め後ろから、解説席みたいなところからの映像で、映像が最初出てくるじゃないですか。あれだけでは絶対わからないんですよ。真後ろからの映像見てびっくりしますから、キーパー実は追いついてるんですよ。追いついた上で、手をボールの上の方にして、ボールが下通過していってるんですよ。もう絶対、
意図的に打つんだから野球してる人たちだったら分かるから、いやそれ、それ完全に追いついてるから、それはないやろあのボールの大きさで。分かるでしょ、内野手とかもう正直ね、今時ピッチャーの人だって頑張ってボールちゃんと追いに行かなきゃなんないんだから、昔のピッチャーの人たちじゃなくて、しょうがないの話混ぜてくるからちゃんとダイビングキャッチしたりして取りに行く時取りに行くじゃないですか。それでね、あの完全に手を追いついてる、ボールが下通過しに行ってる横2メートルか3メートルくらい、5メートルはないと思います多分ね、これね、他の試合とかを見ていても、そのシュートしに行ってる方もね、本当にこれで勝っていいのかなっていうような形で、ある程度もう多分自分たち意図的に蹴ってると思うんですよ、緩いシュート。それ指摘してます、文章読んでもらったら。で動画で見てもらっても分かると思います、あの距離であんだけ緩いボール蹴ってたら多分時速50キロないから、野球の世界分かるでしょ、野球してた方だったら。バッターボックスでね、時速100キロで超スローボールじゃないですか時速50キロ内野手してたら分かるじゃないですか、とんでもないボテボテぐらいの、あの打球、本当の、あのもうツーバウンドしてるぐらいの打球まあまあ死んで捉えた時のツーバウンドとはまだちょっと速度違うんですよ、時速50キロぐらいのシュート絶対取れるじゃないですか。それ多分蹴ってみてね、あの相手キーパーがあのどうしようかなって、相手ディフェンダーとかっていうところ で今度相手チームがいや勝ってもいいよっていうことでシュートされたディフェンダーがあれちょんって軽く足出してるんですよ見たら分かるから、動き見たら普通止めるんだったら全力で追っていってちゃんと足でね、インサイドでトラップするような動きすると思います。あの速度だったら最悪でも外にあの弾くように、それをつま先をちょんって当てて、そんな緩いシュートだったら絶対キーパー取れるから、それ取りに行かんかったいかんかった、それは正指摘されるからっていうことでちょんってこう足出してボールの軌道を変えて自殺で名演技、本当に僕もそれ後から VTR 検証して確認しなかったら気づかなかったから。でこれどうなんす、プロ野球界も同じようなことをしてます、世界中で。これどうなんす、今さらワールドベースボールクラシックでも本当に本当に皆さんどう思います。いやそれにね、僕はある程度のことを記載したんですよ、あのサッカー界にね、こういうことをしてるするんだったら、ヨルダン初優勝でするんだったら、そのエネルギー残存問題に関してもその方向から行くんだったら最初から大会開かなかったらいいって書いてるんですけども、これお客様からお金いただいてますよねって、これ全額返金できますって、本当に真面目に試合してると思って、あのチケットを購入した人とか、現地にね、行った人たち最悪宿泊費を込み、まあ、そういうことを記載したら急に本気になったのか、決勝戦ヨルダン対そのバーレンバーレンが勝っちゃったんですよ。もうそこまでするんだったらって、もうそこまでもう決勝まで来たら売り上げ同じだから、もうヨルダン初優勝させてあげたらいいのにって思うんですけど、僕は僕で、うん、ルールは何がなんだろう、もう僕もよく分かんないですよ。国際司法裁判所かスポーツ国際司法裁判所で何か判決ありましたってそれ全面的に公開しなかったら、そうお金いただくにいただけないはずじゃないですかね。多分時期考えたらどう考えても、被災地でね、一般人の人たちがまあもしくは他府県の、まあ、ボランティアということで、行政通して、現地に入っている人たちが瓦礫のね、まあ、木材とか家からのその瓦礫の木材とかをトラックに積み込んだりとかしてるんですよ、家電とか。重たいじゃないですか。サッカー界全員行ったらよかったんですよ。そしたらそれでお客さんが、あ、いいことしてるなって人気が出るじゃないですか。多分これが正しい活動だと思うんですよ。でしょ？本当はプロ野球界も同じだから、全員同じ条件、12球団全員被災地、それこそマンパー、体鍛えてるから、あんなね、重機にこう紐くくりつけて、あのシャベルカーとかに
くくりつけてゆっくりこうやって持った方が早い。今これくくりくぐった後バランス悪かったらもう一回わかります？こう傾いた輪っかから輪っかでこう吊り下げてるワイヤーが抜けるっていう、もうあれぐらいだったら人間が持った方が早いね。そのためにみんな体鍛えてたはずだから、もともとはもともとの話でいくとですよ。その延長線上がそれがプロ野球になったとかそういう話ですから、うん、ガソリンのエネルギーの頼る問題だから12球団全員現地入りしていればね、全員同じ平等な条件で開幕始めれるじゃないですか。さすがに2ヶ月も、まあ、プロ野球界全員合わせたら700人ぐらいいるんじゃないですか。1、2軍と、あと、幻のよくわかんない3軍って呼ばれてる人たち。わかんない。どっからどこまで読んだらいいのか僕もわかんなくなる。四国アイランドリーグの話と、なんか、北信越地方の方にもなんかあるんですが、それ世界新野球の子さんじゃないですか。僕もよくわかんない。本当にいろんな話持ってこられたら、昔と形式違いすぎて。だから、その人たちが現場入ればね、全平等で開幕を迎えれるから、それはそれ平等でいいじゃないですか。僕は頭の中とか貸してた意味が全く分かんなくなるっていう話になるから、スポーツの勝ち負けで、で何のために僕を起こされてたんだろうっていうことになるから、本当にこれどっからどこまでがそうだったんですかっていう、まあ昨日のまあニュースで翔平がバックスクリーン越えのホームランを、打ってた時で、まあ、本人もこうやって来たーとか声にしてくれて分かりやすく分かってるよっていうことで、分かっていますよっていうことで、翔平もそういう風にしてくれてましたけど、腕の力いってます完全にそっちにそこなんですよね。インパクトの瞬間だけ力がいくっていう、まあ、絶対芯で捉えれる時まあ、ちょっと話それましたけども、その、いや、まあ、国内のリーグとか、メジャーリーグとかも、本当にどれぐらいやらせたかったのかなかったのか、みんな名演技の方だな。オープン戦も正直。走ってるボールで、ちゃんと、コーナー、いいとこ、際どいところ行ってね、空振り取ったりするのは、わかるんですよ。あ、そうなんだろうなって。だけども、外角の明らかにボール球なんで、ストレートでね、130キロかどうか、それくらい。そう。空振りしてさ、なります？いや、一応ね、いろいろ考えすぎて、その後、これ曲がって内側に入ってくるんじゃないかなと思って振りに行って、だな、そのまま実はストレートで外角のそのまま行ったっていう話だったら、まあ一応空振りになるかなとは思うんですよ。基本的にけど、バッと止まりません、あれぐらいの速度だったら。無理です。だっけ止まるでしょ。内野手の人とかってもっと速い打球を、追いに行ったりしてるから、守ってる時。本当に、横飛びとかの時。正面とか。僕もこの物事どう捉えたらいいか分かんなくなるんですよ、本当に。バリー・ボンスターの時ってね、確かに僕は頭の中おかしいだとか感覚とかその記憶あるんですけども、やっぱり、どれぐらいありました？やらせの部分。全部ストレートで行く話とか昔。バッターボックスの清原さん。それと勝負を要求して僕は藤川球児には心の声で絶対フォークボールストレートと同じ軌道だから投げるわけにもけど、言われたら言われたら投げるわけにいかないでしょ。それすると八百長ってわかるから。いやだから野球したことある人だ、分かるから、ストレート一本に絞ってバッターボックスに入れや入って、相手が全部ストレート投げてくるんだったら、打率からホームランか何かになれば全部変わってくるじゃないですか。絶対に絶対変わるでしょ。変化球とね、ボールゾーンとかの際どいところのボールの出し入れとかでみんな打ちにくくなってるわけじゃないですか。
そんなちょ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 あの人ストレートストレートの勝負しに行ってた時の結構あった見ていて本当にややこしくなるじゃあだからやらせを公表してるからお金返金の話やめてくださいなのか法律に強いと訴えてきて本当に本当にどういうことだったんですかけどストレート投げてる人いっぱいいましたよ他のサッカーのアジアカップ他の国のしてること見た後から見たらなんで最初にあの試合あんなにこっちは真面目に頑張って取り込んでたあれ何だったんだろうって最初の先制点そのなんか後半前半明らかに日本をちゃんと押してるんですよ頭の中とか勝ってるから日本人選手が蹴ったボールに関してシュートにせよパスにせよ相手ディフェンダー選手に当たって跳ね返ってくるとき日本人選手の方に跳ね返ってくるんですよ確率ものすごい高いですよびっくりするぐらいほぼほぼ全部そこは神がかり的な力を聞かせてるんですよで前半明らかに日本は落ちたんですよ決勝トーナメントの話ねで後半になってからなかなか日本の方にがこう攻めれないというか攻めてない相手にずっとあの攻めさせてるような状態よくよく考えたらあの最後の PK もあれわざとかなってだってあんな感じにフリーのディフェンダーがあんな緩いボールトラップミスします今考えたらかなり不自然でしょ中高生がびっくりする方その本当にあの話本当だったんだやらせで世界戦したなんだっていう話そっちの方あれこれ高校のサッカーの全国大会どんな気持ちで試合したらいいんだろうってそうなってきたらもう練習からしそうだから本当本当はプロ野球界もそうだから去年のワールドシリーズのまだ優勝したことチームがワールドシリーズ最終的に優勝しなきゃなんないの話僕は家の中でどうしてたかもう動画上げたか分かったでしょ僕は呪われてましたその時間帯もう一応記録としてね布団の中入りながら撮影してまずこんだけ呪われてたらもううかうかと外出ようがええよって本当何が起きるかわからないからその神がかり的な力の方の呪いで、ね、車に跳ねられても嫌だから本当にここもう線路沿いでもうほとんどストレートで作っちゃってるから飛ばすやつはもうとんでもないスピードで飛ばしよるから本当もう危ないやつ本当にもう別にそんなに飛ばしなくてももう T 字路ばっかりだからもう車の形状見たらわかるでしょボンネットの前、ボンネットがね、運転席の前にあって、ほとんどの車が。で、そこはエンジンルームになってるから、前の方が1メートルぐらい出てるじゃないですか。じゃあ、交差点入った時に、こう、左右確認しようと思ったら、どうしても前、1メートル出てくるでしょ。で、田宇治駅から岡場駅に、向こうに向かって走っていく方ね。で、T 字はこうなってるから。左側通行をみんな道路交通法で習ってるから、左側を走ろうとするでしょ。習ってるから。で、左側を走れば走るほど、ね、自然と車の前方部を前に出してくるじゃないですか。いわゆる頭を。出してくるから。1メートルぐらいは絶対そうせんかったら見えへんから。ちょっとぐらいはある程度見えるかもしれないけども、そんなもんね、もう来てるところで分かったって、もうそれ手遅れだから。だけども、ちょっと前に出なかったら見えないから。だから去年もね、やっぱりオートバイと車の事故があって、両方ともガソリン漏れ始めて。大きなものとしてから、ああ、やっぱりまたかと思って、もうしょっちゅうあるんですよ、ここ。もう T 字路ばっかりあるから。で、直線で作っちゃってるから。で、どうしても事故発生する。もう作り方からして、もう絶対そう。で、もともと、その、この辺って、岡場駅から田宇治駅に向かって、この辺りが、線路からこっち側ね、この辺りが、ほとんど一面、9割以上畑だったんですよ、田んぼ。阪神淡路大震災の後にいろいろ建物が建った方で今ある岡場駅の近くの交差点のトヨタ、まあ、昔は緑電化でその前は完全に畑1995年阪神淡路大震災の後直後
もともとここのその T 字路のところも僕とかのそういう意見とかで自治会かな僕かなまあ結局多分僕だと思う。あの結局あの T 字路のところにミラーつけたんですけども、いくつか全部は全部の T 字路はついてないんですよ。だけどもミラー曇るんですよ。誰か受け入れるかってね、いけないでしょ。何回も僕それ見てるから、だからよっぽど天気が良くてね、こう乾燥してる日とかで、ミラーがしっかり見えてる時は、いや曇ってないよっていう人いるかもしれませんけども、ミラーって基本的にあのガラスだから、まあガラス表面加工してるから曇るんですよ。もう金属も曇る時は曇りますから、綺麗にあの人が映りそうなぐらいあのピカピカに磨いてるもの。ちょっとこう映ったりとかするじゃないですか、金属の表面をピカピカに本当に磨き上げたものって。だからどうしてもそれと同じで曇るんですよね。あ、まあどうしても事故が発生するっていうことになるんですけども、だからもうそんなに乗られてる時この件どう思います、言い出しっぱなこれ後であれ実あの悪し実はやらせだったとかで、ね、それで僕どうしましょう、これ未来の人が呪われてました、いろんな意味で本当のことを世間に公表したいっていうのが、まあ、僕の立場ではあるんですけども、はあ、まあまあ今プロ野球界で分かることはそのどこからどこまでやらせだったのかっていうことなんですよ。ただ阪神タイガースの試合は神がかり的な力で去年試合してたでしょ。まあ、現場での言葉の受け答えとかで結局、物事を成立していたと思うんですよ。それともどうなんですかね、相手チームの皆さんどうなんですか、本当のことを教えていただけないですか。いや実はいついつの試合ちょっと手抜いてるとかそれあります。そして正直スイングの時にね、思いっきり振りに行ってる振りしてインパクトの瞬間っていう力のあの力入れんかったらボール飛ばないじゃないですか。逆に言うとフォアボール狙わないでバッターボックスの相手チームの打ちに行けば凡打の数が増えるって。ただどう見てもやっぱりあれ神がかり的な力の作用でああなってるでしょ。特に最初の方の試合で、ランナー一塁で阪神タイガース側が守備で、相手もバントの我慢してるんですよ。で、ほぼほぼバントしてくるだろうなっていう場面で、最初のイニングでしたから、僕はゲッツ狙いなんですよ。なぜかっていうと、バントで小フライを上げた場合、ファーストにすぐ送球したらゲッツ取れるケースあるじゃないですか。だからそこなんですよ。で実際すぐにそれ発生してるんですよ。ただもうあの他の人とかはね笑い始めたもためになっちゃうんですけども、大体そこはあの映さないでほしいなんですけども、監督とかコーチ我慢の限界来たら笑っていて、それ映らなかったら映らなかったで効力発生しないんですよ。本当にもう笑い出してる人間、阪神タイガース側で笑い出してる人間いたら足引っ張られるから、本当に仕事中に笑っちゃダメだっていう話なので、特にあの 何かねこう日本一だとか世界一だとか、まあ、そういうものを狙いに行く状態でね、あのヘラヘラヘラ笑いながら仕事していて、取れたら取れたら話おかしいじゃないですか。それでやらせをしようとしてるんじゃなくて、神がかり的な力の方の作用で、ただまあ今回のその衝撃的なアジアカップと以前のそのサッカーの試合とかをこういろいろ YouTube とかで確認したら、あ、三浦和義さん明らかにゴールの上蹴って狙って蹴って、もう蹴り方と、動作とかでもう分かるんですよ。本当にあ、明らかにもうゴールの枠の中狙ってんわっていうペナルティキック、そのペナルティキックを蹴ったりとペナルティーもらあの払わなあかんよみたいな話になってくるんですけども、そのもうこれもうフルオープンにした方がいい、こんなややこしい話わかんない、これ僕にはお金を払いたくないからっていうわけでもないと思うんですよね。それは
多分その頃のペナルティーキックの件に関して、これ以上勝ったらもっと J リーグを J1 で試合させろみたいなチームが増えるから、もう世界大会でもう活躍しちゃダメだみたいな話になってたんじゃないですか、その頃はね。1995年以降の阪神・淡路大震災の以降の日本代表の試合での三浦知良さんのシュートであるのであれば、その頃全壊した家屋の建物を解体しないで、国の費用を解体さっさとすればよかったんですけども、それ決まるまで結構時間かかってるんですよ。1年ぐらいかかってたんじゃないですかね。1年はかかってなかったかな、どうだったかな。かなり国会でだいぶ話揉めてたんですよ。で、何してたかって言ったら、何回も言いますけども、サッカースタジアムもともと神戸市でね、西区の方に4万人近く入る、1980年ぐらいに作った立派なスタジアム、すごく綺麗なものがあったんですよ。今でも綺麗ですよ。そこがあるのに、ウィングスタジアム神戸作り始めて、その辺の話で、その、日本代表の試合がそうなって、てたのか何なのか、そうじゃなくて2リーグ12球団に絞って複数本拠地制度、そうすれば日本中の人がね、そのサッカーの試合を楽しめるっていうことになるから。で、もともとのその総合運動公園がどこの、あの各都道府県にもありますし、あと実際の人口の話ね、日本人多分6000万人いないと思います。家の件数で調べていくとやっぱりそういうことになる。で、国会議員の人たちへ心の声とかで、ハワイケースからの調査ですけども、6000万人いない確率の方が高いですよって。そう言ったら、その国会議員の人はね、大きな声で、それだったら我々の方が悪いということになるということで、返答してくれてるんですよ。で、まあ、横向いて言ってるんですけど、まあ、多分、正面の壁なんから聞こえてこないで、横から聞こえてきてるんだと思うんですけども、これね、制度交付金っていうお金は、もともと1杯のコーヒー、喫茶店、昔250円だったと。で、その250円かける人口で、政党交付金っていうものを、まあ、支払っていただこうと。まあ、こういうことに昔なったんですよ。っていうのは、政治家の人が活動するにあたって、どうしてもお金がいるだとか、まあ、そういうような形で、昔はその政党交付金っていうものはなかったんですよ。で、それで、横領事件になってしまうんじゃないかと。だから、田中角栄さんとかそうですね、ロッキード社の、5億円ほどの、賄賂みたいな形ですね。で、あの人は自宅がかなり大きくて、まあ、かなりの何十人という議員さんを自宅に集めて、何かこう話をしているのか、署名をさせていたのか、まあなんかそういうふうな形で、お金に困ったら何か相談しに来いとか、なんかそういうことを一時のテレビはそう放送してたんですけど、フェイクニュースマジとかだからよくわかんない、その辺は本当に。ただ昔はそういう事件があって、総理も捕まってたっていうことになるんですよ。で、その後に政党交付金というものが出来上がって、だから250円かけるね、1億2000万人っていう人口は嘘だったら、たくさんお金が入ってくることになるじゃないですか。だから、まあ、だから6000万人下回るの話をしたときに、それだったら我々の方が悪いということになるっていうのは、もう政府上層部は昔から、人口、本当、こんなに人口いないっていうことをはっきりと言う人は言ってくれています。で、テレビでもそれは一部放送されています。で、あと数なんですよ。じゃあどれぐらいなのかっていうところ。で、6000万人ぐらいなんじゃないかと、半分ぐらいなんじゃないかと。まあ昔の移民政策で、1880年代ぐらいから移民政策が始まって、だから第一次世界大戦より前だったと思いますよ。だから、まあまあそういうふうな部分があって、まあ、昨年佳子さまが地位の方へ訪問行かれたのは、その移民政策で、現地へ移民して、その日本に帰ってこれなくなった人との、まあ、面会というような形ですね。はっきり言うとそうなんです。で、その頃の方は第二次世界大戦ぐらいの、から少し数年してから海外へ移民された方だと思われます。まあ人口が
もともと6000万人いるかどうかよくわからないこの状況で、まあ地図でね、僕の方で51番のところで表記しますから、その前輪の地図を見たら、ああ、青井さんの言ってることは本当だなっていうことはわかると思うんですけども、複数本拠地制度、そのサッカーにしても野球にしても、これを早く着手しなかったら人口はもうずっと減り続けているから、生まれてきている人の数に関しては、これはちゃんと正式にあの人数がわかってるから、これは、そういうふうなグラフ、見てもらったらわかるんですけども、もう近年男性と女性は40万人ずつぐらいですね、生まれてきてる人で、あとはまあ男性と女性の生まれてきてる人の数が大体同じ、大体、まあ、ちょっとだけこっちの方がとか、ちょっとだけこっちの方がとか、まあこちらが女性、こちらが男性とすると、まあそれはある程度あるんですけども、けどほぼほぼ同じなんですよ。でこれはやっぱり神がかり的な力が効いてる、まあ、40万人ずつくらいですからね、生まれてきてる人たちが。だからもう全然あの数がこれから先も、すごく縮小してくる。だから球場にお客さんがその、まあ、そんなにたくさん、集まらなくなってくるっていうことになってきます。だからその複数本拠地制度等に関しても地方の球場が小さいっていうことは、それはもう別に気にしていただかなくて結構、その席数それも小さくていいんですよ。そんなにたくさん人口規模がそんなにいらっしゃらないから、ここは兵庫県ですけども、神戸市として見たときに、神戸市の表立っての表記している人口と表立って表記している他の都道府県も同じ状況は、本当はそんなに数いないけども、まあその表立っての表記の数で見ましょう。表立っての神戸市の人口よりも24の県の方が人口少ないです。じゃあお客さん、3万人集めるのはどれだけ大変かっていうことになってくるじゃないですか。だから、席の数が少ないそのスタジアムはそれで OK なんですよ。建設費用がかかるから、あと土地代と、国が持っていたとしても土地代かかってるんです。そういう考え方でいてください。行政の人たちは固定資産税がうんぬんとかそういうことじゃないんです。そういう考え方でいてもらわなかったら、次々次々余計な建物を税金でさらに作っちゃうから、エネルギーの残存問題に対応できないっていうことになると、まあこういうことになってくるんです。まあ、話がだいぶ広がりましたけども、だからアメリカの方も本当は3億人多分いらっしゃらないと思いますよ。第二次世界大戦もそうですけども、その後の、アフガニスタンだとか、ベトナム戦争とかいろいろあったじゃないですか。で、結局、他の国へ移民される方たちもいらっしゃった。まあ、逆に他の国から移民でアメリカに来られた人たちもいらっしゃった。まあ、日本の場合は他国からの移民っていう人たちがまずあんまりいないっていうので、まあ、分かりやすいんですけども、まあ、けどそれでもアメリカの方たちもその子にいらっしゃらないんじゃないですかね。だから、エネルギーの残存量問題等々を考慮すると、あんまり左右飛び回らないで、西地区は西地区、中地区は中地区、東地区は東地区で試合を行ってっていう形が一番望ましい。南から北に向かって状況、気温に合わせて、ある程度、ある程度の季節だったらある程度の気温になるっていうことぐらいは、まあ大体わかるじゃないですか。やっぱり雪がちらつくような時に試合するって、もうそれはお客さん持たないですよ、スタジアム。かといってドームが正しいかっていうと正しくない。電気をたくさん使用してエアコンを使用するっていうことは、それだけ、エネルギーを消費するっていうことですから。まあ、だいぶ話それましたけども、どうなんですかね。去年のワールドシリーズもそうなんですけども。ただ、まあ、去年のエンジェルスやっぱり変だったでしょう。で、日本でそのシティハンターっていうアニメでね、映画で、天使の涙なんですよ、日本語は。で、カタカナ表記だと、エンジェルダストっていう振り仮名を打たれてるんですよ、カタカナが。で、天使の涙が天使の子になってるっていう。で、それで、アナハイムエンゼルスに去年台風直撃してるでしょう。だから台風消滅に関して神がかり的な力は効いてるんですけども、去年のデータを見る限り、まあ台風第何号何号っていうのは世界中で発生した台風の、累計なんで、だからそれを抑え込め
ってるっていうのは、うん、それは世界に対してすごく貢献できてるということではあるんですけども、まあ家の中でね、こういうふうにあの動画とかの作成でこう喋っていて、それによって、空が晴れたりとか、それはいろいろあります。で、まあ世界的に、まあ、フェイクニュースとかも必要ないし、あとはそのやらせ問題はやっぱり問題だと思うんですよ、本当に。もともとの話でいくと、まあ優勝ね、揃えるにしても何にしても、やらせなしでしっかりとあの対応すればよかったっていうことになってくるんですよね。まあもともだから、やらせ込みだったとするのであれば、その成績をどこからどこまで信じたらいいんだろうの話に なっちゃうんですよ、どうしても。じゃあ今集まってきてるメンバーは本当にすごいメンバーなのかとか、こうドジャースの人たちがね、あのいろいろ補強ということで他球団からいろいろ来てるじゃないですか。あの山本投手もそうですけども、日本の、あとまあ翔平もそうですけども、あの元々のメジャーリーグの人たちとかでもいろいろ補強ということで、来てらっしゃるじゃないですか。やらせあれだったら、その成績どっからどこまでって、急にあのやらせなしってなった瞬間、急に成績がなって変わったとかだったら、まあけど翔平とかはまあまああの能力的にそうなんじゃないかなとは思ってるんですけども、ボールがコントロールできてるできてないとか、あその辺のところ、うん、相手バッターが手抜いてたらね、そら適当なボールで最後に行って、こう驚いたふりしてりゃいいからいや、こう高めのね、ボールゾーンと思わせて、こうまあ縦に割れる、縦に落ちるカーブで、ストライクゾーンに入ってくるって、あれカウント整ってたらホームランボールじゃないですか高めからあんなゆっくりこうこうやって真ん中を切るからもうあんなのもう中盤まで入ってきたらバレるからそれはアジア大会の時、日本代表の試合ね、あの牧選手が4番の時に、あもう多分それだろうなって分かってたから、次狙いに行っていいっていう場面の時、狙いに行ってそのボールが投げてきてホームラン打ってるんですけども、普通に呼んでもそうなんですけども、サービスボールでした、もしかしたら。いや、わかんない、これ、もうアジアカップ見たら、もうこっちもメンタルももう、もう、何を信じたらいいかわかんないよ、本当に。これ、解説席で訳す人間がいてね、日本語で喋ってる、解説席で古田さんとかが、次、まあ、もう次は狙っていっていい状況ですよってこう言ってるんですよ、力強くね。で野球をちゃんとあの真剣勝負で、あの大真面目にね、試合取り組んできた人間で、勝ちに 両サイド勝ちに行って、両チームとで、ずっと勝ち負けを行ってきた人間であれば、やっぱりカウントとか読むから、状況とか、だから確かに狙いに行くようなあのボールカウント先行だと今までのイニングでね、それでストライク取りに来てたから、高めのね、ボール球と見せかけて、たまにそれでストライク取るっていう。だから、投げてくる確率が高かったとか、まあ、どちらにしてもそれじゃなかったとしても、次ストライクゾーンにもうボール投げ込むしかしょうがないなっていう場面になりかけてるから、もう次、もう狙っていっていい状況だろうなっていう状況で、まあ、牧選手がホームラン打ってホームランだったんですけども、これ、だから解説席で狙っていい状況ですよって言ってるのを、ね、韓国の人が、韓国の投手の人に、次、日本の、ね、選手は、ね、狙っていいっていうことになってるけども、と、ってこう伝えるときに、わざと、こう、ホームラン打ちやすいような、球速遅いボールの方が飛ぶでしょ、絶対。
もう呪われてる状態。ちょっとね、ちょっと体が全体的にしびれてる状態。まあ、これは体の内部が呪われてる状態とは違う状態。まあ、誰かが淡井圭介のこの動画に向かって、言葉でね、文句をいろいろ言っていったとするのであれば、先ほど言ったアジアカップのその動画、僕の方の内容、さっき自分の目で確認してほしい。明らかにあれやらせだから。見たらわかるから、ディフェンダーが追ってないから、足も出そうとしてないから、もう半径1メートル以内のところを並走してるだけだから、もう ちゃんと動き見たらわかる。もう、他も同じ、もういろんなことが同じ。もう見たら笑うから、お金出して見に行かんでよかったってなるから、本当に。見たら見たで、あの貴重な時間何だったんだろうになる。で、一応、これね、今回の動画ね、結局それ言ってるのは、いろんな意味でなんですよ。いや、現職でなかったら僕も野球の試合どうでもよくなるしってなるから 本当にその出来レースだったらそんなもん時間なんかっていうことになるから、練習からしてなんで160キロ台のボールを、ね、目指して練習してきたのかっていうのが分からなくなってしまうじゃないですか、本当に。でしょ？だから、まあ、基本的には真剣勝負だと思うんですけども、どうなんですかね、もうこの話で外、どんより、今日アップロードした動画の日付、ホームページは淡井圭介の歴の一番のところからで、あと、あの動画、ある程度どんよりしてたんですよ、今日は曇りで。けど、ある一定のところまでの話では、ある程度ね、光が差し込んでたんですよ。いやーね、もうどうしましょう。これ一応言っておけば、そのお金の返金の話ね、これ言っておけばちゃんとみんな試合するかな。それ込みで、今回の動画、YouTube にアップロードさせていただきます。本日2024年、2月18日、16時45分、この記録を見る限りね、僕の iPad のアジアカップの決勝戦始まる前に僕はその手のことをいろいろ書いたりとかしてるから、それで、まあ向こうがね、まずっていうことになって、真剣に試合しなきゃいけないっていうことで、結局それでバーレーンが勝ったのかなのか、もう僕もよくわかんないですね、本当に。まあその可能性があるから、一応、まあ最終的にこれ話わかりやすく言うと、真面目に仕事するように この動画をアップロードしたと。真面目ってちゃんとお互い勝ちに行くっていう形で試合ですよ。で、あとは、まあ、乱暴な行為はなし。で、ある程度その危険性とかを考慮して、まあ、もともと危険な行為はしちゃならないっていう形でルールは作られてますから。だから、まあ、昔のセカンド行く時のスライディングで、セカンドのね、守備してる人の、足とか狙いに行ってのスライディング。ぶつかりに行くような、ああいうのはやめて。まあ、コリジョンルールもできたし、ただキャッチャーが立ってる位置がたまに不自然な時あるんですけど、これもうシーズン始まる前から全部僕最初に言っておかなきゃならないんですか？もう今まで言いました。もうこれでもう今でも、ちゃんと正式なルール作ったんだから、もうそれ守ってください。本当に。去年もそうでした。シーズン始まってから、コリジョンルール作ったらキャッチャーまたもっともっと、左足、ラインよりも。ちゃんと前で補給して、それからタッチの話になった、なったのに、危険性なくすために、あなたたち何したいのって思って、みんな怪我しないようにちゃんと考えて言ってるのに、そんな、もういいから、もう僕が言って、ホームページまで記載してるんだから、もう元々がそのルールのはずなんだから、元々は。誰？本当にルールを動かしてくれると思って。いきます？もう審判の一発退場。いくらなんでもこれだけ言って、ね、ライン、ファールライン、まあフェアライン、フェアゾーンとファールゾーンを分けてるライン、あちらをね、こう、しっかりまたぐような形でね、もしかしたらたまにこう急いでる時とかに、まあラインにちょっと足がね、踏んでるような状態になるかもしれない。まあ、どっからどこまでの部分は正直あるとは思うんですけども、完全にね、足が、
靴一足分ぐらいも完全にこうファールゾーンまで出てるような状態も完全にそれもういつも通りの昔のあの自分たちがこう補強した瞬間タッチしやすいようにってもうあれしたらもう絶対ぶつかるから遅かれ早かれだからもうだからベースの前にちゃんと立っておいてね、あとはそのラインちゃんとベースのこの角度からちゃんとライン引いてるから自分で学生の時 引きましたよライン。それしておかなかったらそのそこはどうかのか どうなのか分かんなくなるからっていう話で。その辺のところ、あの皆さん継続して、しっかりとしたルール、安全性が高いルールで、試合を行ってください。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録者数、まあ、チャンネル登録をまだしない人、していただいて、あと着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない人は身の回りに聞いていただいたり、販売店の方に、聞いてみてください。仮執行の、勝訴の判決の書類が盗まれたりだとか、まあそういうところは閲覧者数が、この間、まあ、400人以上回数が、超えたりとかしてましたので、多くの方が見てくれてるなっていうのはあるんですけども、結構たまにね、何が起きてるか、私の人生でっていうところをしっかり調べとかかったらダメだなっていうところありますんで、まあ、多くの方に見ていただけたらなと思います。以上です。